さあ、ゆりこだいかです。皆さんこんにちは。イエイ。最近イタリアとポルトガルに行ったでしょう。その時はね、いろんなファンとかいろんな人と話したら、日本のアニメの不思議なところがあった、なんでって聞かれたんですよ。確かに、なんでだろうな。結構お笑いになる話がたくさんありますので、ご準備ください。私はアニメを見てるのは、だいたい6歳からずっと見てるんですけど、8歳の時がすっごく好きで、絶対普通にイタリア人見ないアニメを見たんですよ。で、その時はね、やっぱり頭の中でいろんな質問が出てきた。私はね、多分ちょっと不思議の方だったかもしれないけど、一番最初思ったのは、なんで女の子がこんなおっぱいでかいのって思ってたんです。なんかみんなすげえモニャーンモニャーンから感じするじゃん。で子供の時がぺったんこだったから、嬉しいって思ってて、本当そうなったと思うけど、例えばねちょっとなんでもっとみんな知ってるナルトのツナレさんとか、ボーッとかなんとか天使くるみちゃんとか、みんな結構ボリュームが大きいですね。大きいですね。何でんだろうと思って、日本人がおっぱい好きかなって思ったら、日本に行けたらそうでもないかなって思ってたんですけど、多分これはね、外国人から見ると確かになんでって思っちゃうんですね。あとはもう一つがある。これがね、自分はなんでって思ってなかったんですけど、よく考えたら、なんで日本のアニメのキャラクターがみんな髪を染めてるのみたい。なんでみんな緑とか青いとかピンクとか金髪とかなの？で、面白い話は聞いたんですけど、本当かどうかわかんないけど、ちょっと待って。実はね、富山明さん、私たちの神様みたいのドラゴンボール作った人ね、実はね、髪がポロッとするのがめんどくさかったから金髪にしたの話は聞いたんだけど、そうだよね。そうだったよね。それね、やっぱり外国人見ると日本人キャラクターは外国人っぽくになる、そう思ってるんじゃないかなって思った。確かにね、なんでナルトは金髪なのって思った。日本人でしょ。不思議。でももう私だったらもうアニメだからって当たり前。でも確かに一番最初いろんなレアさんとかライブアクションにもそうんだけど、髪染めてないじゃん、ナチュラルヘアでやってるじゃん。なんで、アニメの中はピンクだったでしょとかあるよね。いやー、でも私はアニメガールということですよね。アニメっぽいでしょ、この髪バーチャでやってたよ、かわいいし。で、もう一つの不思議なのところはね、なんで主人公はいつも泣いてるの？これはね、絶対、エヴァンゲリオンの新人じゃないかなって思った。なんか、特に日本のアニメの主人公は、ちょっと、言い方はちょっとわかんないけど、ちょっと弱い。まだ子供とか JK が多いじゃん。弱くて、でも強くなれる、実は一番強い、勇気が結構出せるのキャラクターが確かに多い気がする。でそれはね、アメリカンコミックス見たら、そんなに見てないかな。実はファイナルマンぐらいしかないじゃん。大体みんなすげえ、わーわーわーって感じするじゃん。女の子、パンパンパンって感じするから。なんか日本人はね、これは可愛いじゃん。可愛いよね。誰でも一流になれる、と。な感じしますよね。もう一つの不思議なところはね、なんでアニメの中にこんなにパンツが見せるのとか、ね、みんな喜ぶとか、やっぱり外国人から見るとパンツを見ることがそんなに喜ばないじゃん。あ、パンツ出てるみたいなリアクション、多分日本人からのリアクション、うわー、一目だったとかあるじゃん。なんかラーマの8歳だったけど、ちっちゃいおじいちゃんもパンツが盗まれるのもの多いじゃん。それは外国ないから、なんでパンツ取ってんのみたいな。確かに不思議なところですよね。私は多分もう違う世界だったから、実はね、恋恋成分とか愛がめっちゃ大好きだった。でそのアニ
のがすっげーパンツをやってるじゃん。だから変って言われた。パンツ最高ってあんまり見せないけど走ってても、でもパンツ最高って思うんですね。あともう一つ、私は小さい時に同じこと思ったんですけど、主人公は変身する時になんでこんなに時間かかるのって、ちょっと長くねえか、なんか音楽から来てさ、キラキラも来てさ、なんかピンピンピンサラ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 な感じになるじゃん。その間に定期は何やってるの、ちょっと待ってる、遊んでる、テレビ見てる、やばいじゃんって思いながら、なんか待っててくれてありがとうみたいな感じ。アメリカのコミックスを見たらスーパーマンとかどうするじゃん。はい、スーパーマンです、終わり。はい、スーパーマンです、終わり。早い、別に変身ってな感じじゃないですよね。でも日本だと定期が待ってる、定期を待ってて、はい、OK、戦うわみたいな。でも多分口から見るとみんな練習するときに一番愛してる時間じゃないですか。おーできたーって長くて、もう逆に短いだったらつまんないじゃんって思うじゃん。確かによく考えたらちょっと不思議だったね。あとはもう一つ、私も小さいときに思った、カレカノとかに癒やした好きなアニメだったんですけど、それを見たら、なんで好きな人がいたらすぐ言わないの、なんで告白しないと、なんでキスしないと、なんで一番のラスト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 のエピソードのラストの1分でやっとキスするんだ。確かにね、例えばいつもアメリカンコミックスとかでもイタリアのコミックスとかにも主人公がいて好きな人がいて見てキスする、結構キスするよね。こんな感じキスするよね。日本がもうちょっと優しく、結構時間かかるじゃん、すぐ言わないじゃん。好きな人がいるんだけどどうすればいいのか、どうすればいいの、キスする当たり前じゃんってな感じになっちゃうんだけど、やっぱりそれが文化の違い。多分外国人はもうちょっとストレートで言うし、日本人は結構逆に乙女な感じ、なんか優しいな感じするよね。でも思った、犬屋署見た時に思った、カゴミ好きだよ、早くしろ、キスしろ、今すぐキスしろって思って、ずっと待ってた。100エピソードぐらい待ってたんだもん。でもうおばあちゃんになった時にやっとって思って、あーかわいいね。あとね洗濯してないっていろんな外国人から言ってるんだもん。例えばね、ポケモンのサトシさんが同じ服ずっと着てる、やっと何シーズン終わった後に着替えてる、なんでってみたい。自分のコンセプトの中で同じ衣装がそこにかけてるのイメージがみんなある。なんか、あ、今日はこれにしようかな、これにしよう、いつも同じ衣装だ。あ、確かにあるよね。でもそれが私からはキャラクターを分かりやすくするのためとか、あんまり他のキャラクターを分かりにくいとか、まあ例えばね、子供の時にちょっと分からないじゃん、いろんなキャラクターが。だからこの帽子とかこの衣装としたら分かりやすいじゃん、思いやすい。例えばね、セーラームーンもそうだけど、青い金髪ボタンを赤いリングしたら、なんかこれだけですぐ、あ、セーラームーンだ、分かりやすいんじゃん。いろんなキャラクターが、いろんなものがなんか返ってくるのが、あれ、何でしたっけになっちゃうよね。でも確かに着替えがないが、ちょっと面白かったかもしれない。で、なんかカレンダーのスタイルの話すると、いろんなキャラクターがすっごく強いじゃん。ジョージョとかドラゴンボール、当たり前強いだけど、たまに遅いキャラクターもめちゃめちゃ強い。まあすごく分かりやすい例えばしたら、刺激の巨人のミカサを見たら、めちゃめちゃ遅いなのに、そんなに強いなのに、あ、ミカサとかレビもそうだじゃん、一番強いキャラクターじゃん、ガラ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 って感じする。どうやって、え、秘密を教えてって言いたいぐらい、もうムキムキか結構遅いか結構分かれてる気がする。でもどっちも強い、それが面白い。まあ一番好きなヒーローって言えばワンパンチマンなんですけど、なんかなんでこんなところがあるのが、やっぱり外国
個人から見たらもっと知りたいじゃん。だから逆に面白いことが知ったらぜひコメント書いてください。で逆にさ、向こうからなんで外国のアニメとかコミックスこんなところがあるのってぜひコメントして、その後はまあ分かったら教える。今日見てくれてありがとうね。またいいねボタンしてコメントしてチャンネルを登録してください。またねー、チャオー。